クイーンズ駅伝実況でタスキをつなぐ3人がお届け、クイーンズナビ。 JP 日本郵政グループ連覇達成。ここ6年で3度の優勝を誇る JP 日本郵政グループ。クイーンズ駅伝に向けて合宿中の選手たちを直撃しました。現在チームの調子は、去年4位だったっていうこともあって、挑戦者の気持ちでいい雰囲気で練習もできているのかなっていうふうに思います。チームのエースは今年の世界陸上に出場した廣中璃梨佳選手です。さあここで9人抜きで3位浮上。中学3年以来全ての駅伝で区間賞、まさに無敵の駅伝最強ガールなんです。そんな彼女には今回心待ちにしていることが。同じ舞台で走れるっていうのはすごく楽しみでもありますし、東京オリンピック8位入賞の田中希実選手がいよいよ今年クイーンズ駅伝デビュー。互いに切磋琢磨する先輩と同じ舞台に立つんです。希実先輩とは刺激をいただいてる、そういう存在でもありますし、背中を追いたいな、追いたくなるような選手でもあるので。これまでも激しくぶつかり合ってきた2人、同じ区間で対決なんてこともあるかもしれません。違うチームを背負って走るというように、それも楽しみに変えたいなと思います。27日はクイーンズ駅伝、無敵の廣中選手が駆け抜けます。